I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. みんなのおかげだよ。
愛したことないね。お前がメフィストさんだな。おや、どちら様ですか。新規にアポを取ってもらった覚えはありませんね。取ったはずだぜ。別のやつやな。やれやれ、クライアントの情報を漏らすとは。これからは使う下請けをもっと選ばないといけませんね。お前にこれからはない。フリーのハッカーたちを焚きつけてエデンでアカウント借りをさせていたことは分かっている。ザクソンの依頼でお前を制裁する。ザクソン、ああ、あの青臭いお子様の集まりのことですか。困りますね。こっちはビジネスでやっているんです。子供の正義の味方ごっこに付き合っている暇はありません。アカウント売買は実に割がいい仕事だ。ハッカーたちは小遣い程度の額でせっせとアカウントを集めてきてくれるし、それを高値で買う人間は困っている。一銭にもならない正義の味方ごっこで人生を無駄につい、私の商売をこやかく言われる筋合いはありませんよ。お高い。今まで集めたアカウントデータ、すべて渡してもらうぜ。おやおや、クーロンで営業する私が、こういう、企業戦士を舐めてかかると、大人の本気を見せてあげましょう。おとなしくアカウントを渡せ。あなたたちのようなガキに私の大事な人を。逃げやがった。待て、追うのは後でいい。散らばったアカウントを集めるのが先だ。一通り拾ったが、ザクソンから聞いている数より少ない。残りのアカウントはまだ奴が持っているはずだ。奴
奴の様子も気になる。後を追うぞ。千歳、メフィストさんに逃げられた。ああ、見てたぜ。今お嬢が追跡してる。メフィストさんは奥の方に逃げたのか。近くにログアウトゾーンがないか。今がチャンスだ。よし、すぐ追いかけるぞ。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフィストさんさ。畜生、こんな。おい。あ、なんだてめら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。
メフィストさんさんはいつも通りアカウントの取引をしてただけなんだ。でも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、なんだか今日はいつもより決まってるなって。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操られてるみたいな。戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまった。一体どうしまったんだろうな。さあな、突然人が変わったように暴れ始める。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見える。ひょっとしたらそのせいで奴はおかしく、俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れないということだ。まあ、噛み砕いて説明。エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間上にアップロードされてる。エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けること。でも、そんなことは見えないと思う。精神データを守っている王壁は。そうなんだよな。ま、でもこんなこと俺たちが考えていても仕方、ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了じゃ。いや、まだ。ザクソンからの依頼は駆られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントは全て取り返す必要がある。メフィストさんの端末情報はコピーしておく。エリカ、解析してくれ。奴が他のアカウントをどこにやったのか知りたい。はいでしょ。お前お手伝いができるようになったのか。はいでしょ。エリカに教わったでしょ。メフィストさんが他のユーザーとやりとり見せて。企業ユーザーと頻繁にやりとりしてるね。アカウントは転送動画です。そいつだな。なんで企業だ。名前は闇バイキング。はぁ、これはどう考えても。いや、そのまんま過ぎて悪ふざけのレベルだね。メヒトさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。企業の一番偉い人の名前はアカウントの転送先がその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。おい、どうした？行くぞ。サーバに侵入するのは初めてか。感覚は通常のエデンエリアと同じだ。サーバもアバターで行動する。それによるメリットデメリットは、電脳空間にサーバを構築することでセキュリティを可視化して示すことができる。何よりエデンシステムそのものが最先端の強固な、そのエデン内にサーバを持っているだけである種の社会的信用を得られるってわけだ。従来のハッキングでは、だが、アバターで行動できることに加えて、デメリットはもちろん、こうやって、
優秀なハッカーに侵入されちまう。もちろんその辺は管理、その証拠に。自分たちのセキュリティに絶対の自信、俺たちはそこをつく。ハッキングってのは基本的にセキュリティを破られたと気づかせねえ手を打つ。突破されたことに気づかれると管理側がセキュリティを強固にしちまうからな。こっそり作った裏口を、今回はその辺は千歳が外、俺たちは気にせず、このまま最深部までデジモンがいる場合ハッカーを雇うことで、だが俺に言わせりゃ、アック開始だ。僕たち叶わない。油断するな。さあ、行こう。構わない、逃げるぞ。
よし、セキュリティは解除した。メフィストさんから買ったアカウントは全てアリストさん。聞こえるか？おう、バッチシ。あとはこっちでやるぜ。お疲れさん。千歳がサーバー内にあるアカウントデータを吸い、俺たちの役割はここまでか。おやおや、どこの…かやばか。サーバー主がハッカーを雇わず、自分で見回りか？随分仕事熱心なんだな。雇ったハッカーなんて、僕は信用できないんですよ。自分のマネーバンクは自分、おかげでこうしてマネーを狙うネズミも、そりゃご立派なことだな。ところで、そこにあったのは僕がメフィストさんから買ったばかりの、あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんて、ちょっと、どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われるぞ。これだから子供が、これだから最近のクソ生意気なハッカーは、マネーに綺麗も汚いもないのです。貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が病気、憎い相手を屈辱の中にひざまずかせること、その可能性を得るために努力して、何が悪いんですかね。お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた。あとはトンズラこいちまえばいいだけの話だ。俺もこいつには一発くれてやりたい気分。このままおとなしく返すと、誰がいい？盗んだ僕の愛しいマネー返してもらいますよ。ついでにアカウントも買ってしまいましょうかね。力を貸してくれ。
なのおかげだよ。ちょっと待った、これは僕の負けかね。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。こっちはこのままアカウント破壊したっていいくらいなんだ。それだけは互換。アカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思っているのかね。メフィストさんから買ったアカウントデータが目的なんだろう。なら好きなだけ持っていけばいい。奪ったアカウントの情報は全て破棄する。企業の帳簿もコピーさせてもらった。今後アカウント狩りに関わったら、このデータは全てネットに流す。わかったな。やれやれ、今時のハッカー、まさか本気で正義なんてもののためだけに動いてるのかね。お前の大好きなお金様じゃ買えないものがあるってことだ。お前のアカウント、僕が狙うのは企業や政治家のアカウントだ。お前みたいな子供のアカウントを狙って何になるのかね。そいつは嘘はついていない。お前のアカウントはデータの中には見当たらなかった。おい、他にアカウント狩りをしているハッカーに心当たりはないか。さあね、僕が使っていた元締めはメフィストだが、最近はあまり噂を聞かないが、腕のいいアカウント狩りのハッカーのことは聞いたことがある。一時期エデンのあちこちでアカウントを借りまくっていた凄腕で、そいつの名前は確か保坂、そうだ、保坂明だ。保坂明か。これでまた一人悪党を懲らしめたな。上出来上出来。お前、どうしてカヤバが犯人だと思った？誰かから情報が入った。ねえ、あれ喧嘩じゃない？おいおい、まだ学生じゃないか。なんだ？ほら、さっきまでの勢いはどうした？情けねえな。いざ喧嘩になるとお呼び申しか？なあ、ゆうちゃんよ。あ？なんだって？俺ら今こいつとお話し中なんだよ。邪魔だからさっさと伏せろや。おい、待て、こいつあいつじゃねえか？あの、ハッカーって噂の。マジかよ。おい、行こうぜ。そんなおやすみほっとけ。助けたんだよ。余計なことしやがって。するな。仕方なかったのさ。でも、せっかくあいつがかばってくれたのに。きっと気にしないさ。そういうやつなんだろう、あいつは。
んでもない。デジタルワールド。乗ってくれなきゃ。冗談を言うために来たわけじゃない。もう若いのに真面目ね。そういうところ嫌い。約束のデータだ。うちの重役ちゃんたちの赤うばっちり揃ってるじゃない。いつもお仕事がスムーズで素敵よ、リュウジキュン。カヤバがアカウントを枯らせるために使っていた男、やられたぞ。ん？だってことないわ。あんな子もともと使い捨てにするためだけのおもちゃだもの。ひょっとして、奴がおかしくなったのは。どうかしらね。でも、人からもらったものを安易に身につけない方がいいってことだけは、言えるんじゃないかしら。どんな危ないものが潜んでいるか、わかる。カヤバの件はどうする？一応牽制はしておいたが。放っておいて構わないわ。帳簿がこっちにある以上、あんな奴には何もできないもの。おバカさんや、ただの金庫番が欲をかいて根を釣り上げようとするから、こんなことになっちゃうのよ。言われた仕事だけこなしていれば、美味しい思いができたのに。あらあら、いけない。大事なことを忘れ、取ってきてもらったアカウントだけど、この企業のデータを紐付けておいて、もちろん。手を入れた痕跡は残さない。これは？ん？なーに？な、そういえば、セントラル病院から連絡が来ていたわよ。検査結果、あんまり良くない。これからは、もっともっと治療が必要になるわよね。でも、仕方ないわよね。あの子には必要。心配、私もできる限りのことはしてあげたいって思ってるのよ。なんて言ったって、リュウジキュンはこんなに紙白の。うん？私のために働いてくれて、私たち。それじゃ、お仕事。頼まれていた調べ物は終わったよ。保坂明、結構悪質なハッカーだったよ。年齢や性別問わず、エデンで手当たり次第にアカウントを買っては相手を選ばず。でも分かったのはそこまで。現在の居場所は不明。っていうか、ちょっと前からばったり活動してない。足取りが途絶えちゃ、
情報が少なすぎるよ。千歳にマルウェアを借りて本格的に調べることができれば何かわかるか、やってもいいけど、まさかただで調査してもらえると思ってるわけじゃないよね。とぼけてもダメ。安心してよ、お金なんて取らないから。ここのところエデンでデジタルウェーブの異常が多かったでしょ。気になったから。そうしたらね、新宿にデジタルウェーブ地の、だから行ってみたい。連れ、もしかしたら最近よく噂で連れて行ってくれたら。you